ハサマーザ総寺山にある縄文時代早々期の遺跡である。列島の温暖化が進み、新葉樹林を主体としていた森林は、落葉紅葉樹と昇葉樹の森林へと変化していき、その植生は、西日本から太平洋沿岸地域を東へと広がっていった。九州南部の鹿児島県では、このような温暖化と植生の変化が起きていた。 縄文時代早々期の遺跡が数多く発見されている。そして、掃除山遺跡もその中の一つである。約1万千年前に降下した薩摩火山灰の下から発見された掃除山遺跡では、二棟の縦穴住居跡をはじめとして、沿道付きの穴、船形や円形をした灰石炉つまり地面に穴を掘って火を焚いた調理用の施設、土工、 植物食料の製粉具であるスリーシや石皿という、どんぐりやクルミなどの好みを割って砕いたり製粉する道具類など各種の移行、異物がまとまって出土した。これらの道具類は時代とともに各地でその量が増え、少なくとも前期では日本各地の村から最もよく発見される道具類となる。つまり、 縄文時代の主食が森の資源の一つであるドングリなどの好みに移り変わるのである。これだけ見ると縄文時代における本格的な定住集落の要件をほぼ備えているように思える。しかし、遺構が約300平方メートルの狭い範囲にまとまっていて、広場を伴わない土器や石皿、スリンシなどの遺物の量も少なく、特に縦穴住居の廃絶後に使用された。 排斥炉もあることから、この遺跡を生活の場としていた人々は常に縦穴住居を使用しているわけではなかった。すなわち、長期に定住するような本格的な定住集落は形成されていなかったと捉えられている。痩せ尾根の狭い平坦地から北風を避けられる南向きの急斜面にかけて分布するという立地の特徴から調査者の一人は、 掃除山遺跡の縦穴住居を秋に採集した、喧嘩類の貯蔵と利用を兼ねた、越冬のための居住地と考えた。以上のように、この遺跡は、旧石器から縄文への移行期の中に位置づけられる、ものである。掃除山遺跡が発掘された付近を通る、県道219号遺跡付近を、鹿児島県道219号玉取り、挟間鹿児島港線が、 新たに建設されることとなり、1990年から1991年までの間に、鹿児島市教育委員会によって発掘調査が行われた結果発見されたものであり、調査完了後は、県道建設のため削減されている。ありがとうございます。